同立看護学院でのパワハラ問題についてお伺いいたします。自殺の事案についてですね、知事はこれまでの会見の中でですね、調査結果を受けて道としてはその責任をしっかり整理していくというようなお話をされていましたけれども、ご遺族からは、ちゃんと早い対応してくれていればうちの子は亡くならずに済んだというような言葉もありまして、対応の遅れが指摘されているところですけれども、改めて知事は道の責任についてどのように考えているのか、このあたりをですね、具体的にお伺いできればと思います。はい。この調査ではですね、亡くなられた学生に対するハラスメントが複数確認をされました。また学生を振るい落とすような学院の教育方針や監督責任を有する道にも問題があるとされたところであります。学院の設置者である道としてこの調査結果を大変重く受け止めているところであります。またご遺族に対してでありますけれども、ご遺族のご意向を踏まえまして関係教員によります謝罪を行うというほか、ハラスメントに伴う法的な責任につきましては道の顧問弁護士にも相談の上で丁寧かつ誠実に誠意を持ってですね、対応していきたいというふうに考えています。対応に遅れがあったというふうには感じられますか？今申し上げたようにですね、この第三者委員会の調査結果におきましても、教員そして管理職員のハラスメントに対する認識の欠如、また学生を振り落とすような教育方針や組織体制などに問題があったとされております。このことを真摯に受け止めなければならないと考えています。しっかり今後とも誠意を持って対応していきたいというふうに思います。わかりました。一点、道立看護学院はですね、保健福祉部長ですとか地域医療推進局長、看護政策担当課長の担当になるかと思うんですけれども、6月1日付で道の人事異動もありまして、男子学生が亡くなった2019年の9月当時にですね、看護政策担当課長だった職員の方が今回の人事で局長に、で当時地域医療推進局長だった方が今回の人事で担当の部長になっているんですけれども、当時学生が自殺するという重要な事案が起きたにもかかわらずですね、警察の調査のみで道の調査を行っていなかったという事実もありまして、しっかりと対応してこなかったという、道庁側のこう責任を追及されてもいい職員の方々だと思うんですけれども、この方々がですね、一緒になってこう昇進をしたという人事について任命権者である知事のお考えをお伺いしてもよろしいでしょうか？はい。職員の人員配置などについては適材適所の中で、それまでの長年にわたる道としての取り組まれてきた仕事内容なども踏まえて適切に今後も判断をしていきたいというふうに思います。また道としての今回の責任などについてはですね、先ほどから繰り返し恐縮ですけれども、ご遺族の皆様にですね、そのご意向も踏まえながらしっかり誠意を持って対応していきたいと思います。また組織としての問題点についてもしっかり再発防止の観点も含めてですね、しっかり対応をしていく、このことで信頼を回復していきたいというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。